中心軸システムは、ハンガリーの音楽学者、レンドバイ・エルネが、バルトークの音楽に見られると主張する、機能化製法を拡大させた音組織原理である。1955年に出版された、バルトーク・スティルス差でその理論が示された。機能転移とも言われる。西洋音楽の音律において1オクターブの中に、含まれる12のピッチクラスを完全5度の関係をなす順に、 時計の文字盤のように円形に配列した場合、十字軸を、ナス、角音は、カ電ンツ上同じ機能を持つとされる。完全5度でなく、半音ずつ高さの順に並べても結果は同じである。古典的な西洋音楽の理論においては、ドイツ式音名で C、または C を混音とする和音をとにかとした場合、G、または G を混音とする和音は、ドミナント、F。 または F を混音とする和音はサブドミナントとなるが、中心軸システムにおいては、これらの機能は1オクターブを3等分して、増産和音を構成することになる、超酸度関係にある C、E、a ズによって代表され、CS、FIS、A の各音、またはこれらを混音とする和音は、とにかく、e、EGB シスの各音、またはこれらを混音とする和音は、ドミナント、 まず HDF の各音、またはこれらを混音とする和音はサブドミナントとなる。これにより12のピッチクラスはすべて超的機能化性のカデンツの中で捉えられることになる。ありがとうございます。